分母を810で分子を1から809までの整数とする分数の集合、まあ、全部で809個あるのかな。でその中から、約分ができないものの個数調べろと言われてます。まあ、とりあえずじゃあ分母のさ810って何で割れるか調べておくか。810っていうのはまあとりあえず2で割れますね。2、4が8、0の2号10か。で5で割れるか、5、8、10、5、1が5ってことは、もう99だ。いや99ちゃうわ、結局81だよね。だから3が4回出てくるのか。3で27の3で9のサザンが9やろ。ということは810っていうのは 2×3 の4乗 ×5 ってことよな。でできてますよと。つまり、分子が例えば2の倍数やったら約分できるわけよ。3の倍数やっても約分できるわけよね。で3はさほら、4乗まで使えるから、9の倍数もいけんねんでいう話やねんけど、でもそれって実際さ3の倍数に含まれとうからわざわざ考えんでええやんな。9の倍数とか27の倍数とか81の倍数は、まあ、考えんでええわ。3の倍数に含まれてるからな。で、当然5の倍数な。で、あとはそれぞれの被ってるところか。2の倍数と3の倍数被ってる6の倍数とか、3と5が被ってる15の倍数とか、あと2と5が被ってる10の倍数とか、あと全部被った、30の倍数ですかとかいうのがあんねんけど、まあそれぞれに含まれてはいんのよな。カウントしすぎてないかだけ数えましょうよ。だからこれあれか、3つのベン図書いたいんか。要はまず2の倍数のエリアな。はい、でから3の倍数のエリアやろ、こうな。でから、5の倍数のエリア、こういうことやろよ。これで考えてんじゃん。で全部の個数出していきましょうか。まず2の倍数、2の倍数全部で何個あんのって言ったら、1から889じゃないわ、809までな。1から809までの間や。1から809までの間に、の中に、中にや。まず2の倍数は何個あるかと言いますと、何ぼ?2、4が8の、2、4が8だから404個か。やな。2の倍数、これ404個入ってます。404個。でから、3の倍数はって言いますと、3、2が6の3、7、21が3、6、18の18、29やな。3、27か。269個かな。3の倍数は269個入っております。で、5の倍数。5の倍数は、5、1が5、5、6、3、10、5、1が5ってことで、161個かな。161個入っておりますと。まあ次、かぶりいきましょうか。2、3が6。6の倍数。6の倍数は、6、1が6、6、4、20、6、3、18で、残りが29。6、7、6、6、5、30から6、6、4、20しか。こうか。134個かな。2と3の倍数のところが、要はここ。ここやな。この葉っぱのエリア。この葉っぱのエリアが、134個や。134個。でから、次は、まあ、2と5の倍数いきます。2号10。10の倍数は、10の倍数は80個か。やな。80個。ということなんで、ここか。ここの、ここしようか。ここのエリアやな。ここが80個。こうな。次、15の倍数いこうか。15の倍数はって言いますと、なんぼや。6行ってもらうと90になるのか。6、5、5、5、25。あ、いけるな。5でいけるんじゃん。5で、
525か75で5959が乗ってるのか59ってことは59544452020無理か3355あいけるな3やな53かじゃあ15の倍数要は3と5の間やなここはよいしょ、これが53個やという話やね。で最後この真ん中やど真ん中のここつまり2と3と5の倍数やから、30の倍数30の倍数じゃダメでなくはんのって話やね109の間に2、2、20、2、3が60の209のことかってことは3721がサブ68か6かなはいほな26個ってことやから、このど真ん中ここの真ん中のところがどうしようかこうやってこうかこれが26個やということはやで、全体の集合としてはどうしようかな全体集合 U は809個あるねんな809個ありますよとよいしょこういう状態よいしょはいこうね、こんだけありますよとじゃあその外側やんな要は、約分できないものやからこの丸の中に入ったやつは全部約分できるやつやほなまず丸の中に入ってるやつらここやねここ全部で何個あんねんというのを出しましょうか、この丸の中にあるやつはとりあえずまあ2の倍数の404個と269と161足すやんただそうするとここの部分がかぶってる部分数えすぎになるからここの3つなでそこをまず引きましょうと、134引くででから、26個も引きますで80個も引きますやかなただそうすると今度は真ん中が引きすぎになるのよなくなってしもうとるわけよね、3回足して3回引いたから結局何もしてないことになったわけよってことはこの真ん中の20あちょっと待って26個は真ん中や危ない危ない53個や53な、真ん中のこの26個は数えてないことになったからそれは足して戻してあげましょうこう、そうしますとこれ何本になるんですか言うて計算してください何本や404と269と161足したら何ぼ10繰り上がってこれで10やろで70の60やから134かこれね134でそこに100加えて234434834か834から何ぼ引くの言うて引き算先した方がええかなまあまあまあええか、普通に引きますかそうしますとこれとこれで何ぼ187これ加えて267で最後に2626足すの忘れてた26これ足しといていいかこの一番最初の830に26足すでそしたら860になるわ860からまあ、引いておきましょうか、そうしますと何本になるんですか言うて何本や8766500593かになるのかなはいでこれが要は中や2でも3でも5でも割れる数やなってことは809からそいつを引いたいんじゃん809から593を引きましょう、そうしますと何本になりますか、300の200、200の16か216ちゃんはいということでほな、今回のやつの個数は216個だよーでここって書いておこうか一応、はい、というのが答えでございましたはいお疲れ様でした。